おはようございます。おはようございます。ハスピード遅くの方ならしでございます。はい、お疲れ様でございます。ね、今日はね、ちょっと、坊主頭になって、損したこと、得したことなんつーの話しみようかなと思うんですけども。そんな話すことあります？損したこと。いや、言ってももう、坊主になってから、早くももう1年ぐらい経つのかなと。10ヶ月ぐらい経ってるので、まあ、経ってるじゃない。そろそろ見えてきた部分がありますので。去年の4月ですよね、多分自粛始まった時ですから。だって今から坊主にしようか迷ってる人いるでしょ。いるけど、ね、たまたまこれを聞いてるかは分からない。いやいや、これ検索するじゃん、今 YouTube で。あのね、もう。坊主。ね。感想とかね。はい。感想とか調べてもらって。メリット、デメリット。まずね、もう、損したことからいいですか。やっぱデメリット言っとかないとダメですわ。まあ、モテなくなります。それは、もう体感として感じるんですか？感じます。ええー、もう信じられないぐらい。モテない。坊主はね、はっきり言ってモテません。もう。でも、こう、おしゃれ坊主みたいな感じだったらモテる人もいるじゃないですか。おしゃれ坊主に見えてないってことなんですかね。おしゃれ坊主？いや、なんかおしゃれな感じの坊主の人って別にモテたりするじゃないですか。でも、うん、モテってないよ、多分。モテないと思うよ。おしゃれ坊主って言われてるけど、それはその人毛生えてた方がモテる、かっこいいからモテてんじゃないの。そうそうそう、ああ毛生えてるがモテるし、うん、圧倒的にそれはイケメンだからモテてるだけで、うん、イケメンとしてのアベレージでモテてるだけです。それは坊主ということは、あー、なるほど、全くもってモテに関してはプラスにはなりません。プラスに働いてない。坊主、そしてもうそうなってくると、全くモテないってさ。だってさ、どういう時に感じるの？全くモテないやん。全くモテなくなったね。もう、なんや、電車乗ってても、なんか、見られてる感じしないやん。見られてもなかったけど、うん、まあまあ、もう。もう、日々の生活でもう体感モテる気がしない。あれ、もうちょっとなんか気に入ってるような女の人がポツポツ現れてもいいのにな、みたいな。そして、さらに言うと、坊主、フェチも、めちゃくちゃ少ないと思う。いないと思う。ほとんど。ちょっと意外。うん、私、坊主好きって言ってる人いたような気する。いないでしょうね、それは。ほぼ。それは、はい、イケメンの、好きな人が坊主にしたから、うんうん、坊主が好きなだけで、もともと好きな顔の人が坊主してよりかっこよく見えただけで、うん、別に坊主はプラスになる。よりかっこよくも見えてないと思います。そんなもん、坊主好きなんかこの世にいないっす、ほとんど。マジで、マジで。なんだろう、いてもおかしくないじゃん。だっていてもおかしくない。意外に好きみたいな、うんうん、ありそうな。それもいないっす。もう断言していいの、それ。うん、いないっす。いない。あと、それはちょっともう決定的にデメリットだね。としては、似合う服がなくなります。今まで髪がありきで買ってた服しかないわけですから。坊主にした次の日、次のシーズン、そっからの1年。そうね、イメージ、髪がある自分を想定して、あんなにお気に入りだった服が、はいはい、もう何も似合わなくなって。何着てももう高校生の、おしゃれしてなかったやつが、うん、初めて買った服みたいな、うん、感じになります。何着てもちょっといい、これも似合ってましたよね、俺ね、髪やった。やめた方がいいんじゃないですか。これ似合ってたよね、俺ね、一回ね。似合ってたよ。いいじゃんって言ってたじゃん。今どうですか？なんだろうな、似合ってはいるけど。なんすかこれ。別にかっこよくはないよ。かっこよかったよね、なんだろうね。な、よかったよ。俺ガンと着るとかっこよく見える、みたいな。言ってた、言ってた。言ってたよね。誰かが言ってた。一緒にいた後輩芸人が。坂巻さん言う。似合いすぎて、もう爆笑してたもん。なんすか。そうだよね。だって一回坂ちゃん、これダセーよみたいな流れで来て、うわ、ダサいみたいになって、で、俺がギャグで来たら、似合いすぎて、もう笑ってたもん。あれっつって。めちゃくちゃ似合う。めっちゃよく見えるみたいな。このざますよ、だから。
そうですね、あの時の衝撃は確か俺もあの時は似合ってんなって思ってひどいよね、うん、だからあのね、坊主に似合う服ってこの世にないのかもしれない。いや、そんなことはないやろ。いや、ダウンジャケットとかさ、なんかやっぱちょっとラッパーっぽいイメージの服とかさ、違う？いや、だってラッパーっぽいので生きてませんから、髪合った時や細身のズボン履くしな。だ坊主になったからラッパーみたいの履かなきゃいけないってなると、あ、それはもうめんどくさいな。あの坊主が似合う服ってないです、このように。マジっすか。全然いいとこないじゃん。ないですね。マジでやめた方がいいよ、もうそんなんなら。伸ばしたらいいんちゃう。あとね、まだあデメリットはなんだろうな。あのね、まあ一週間に一回剃らなきゃいけない。ああ、これ結構めんどくさいな、うん、あ、週一でやってんの。うん、はあ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 。だってなんか髪のさ、セットがめんどくさくてさ、坊主にしたりする人いるじゃん、うん、みたいな理由で、うん、でも結局週に一回これやるって結構な手間ですよね。まあまあな、そう考えるとね。ああ、とデメリットはね、なんだろう、つまらないよね。何が坊主って漠然としすぎて分からない、うん、いやもうセットしないから。ああ、もういつ見ても一緒なんだもんもうどこの鏡見てももうずっと朝起きても一緒やろ。もう一緒、寝る時も一緒やろ。ずっと一緒ずっとちょっと髪くちゃくちゃになってて直したりもせえへん。もう一緒一緒、うん、あと手洗った後どうしていいか分かんない、手が今まで撫でつけてたのに。ああ、まあちょっともうこれもうここ男あるあるかな。もうびしょ、ここがびしょびしょになるだけ。濡れた手を髪にあしらって今やってももうびしょびしょってなってちょっと分け目にあしらって、ここら辺びしょびしょで手もびしょびしょ、もうびしょびしょ全部細かいけどね。どうしていいか、だいぶ細かい話だ、手のやつ。うん、分かる分かる。いやいや、あとモテないな。いや、もうそれ言った方がいい、言ったやつ。いや、あとね、いやいや、デメリットメリットあるんですよ。あのね、デメリットね、あとこれ結構重要、うん、あのね、うん、人間も、うん、あのね、動物と一緒で、うん、毛の抜ける季節があるの、結構。ああ、そうっすよね、知ってる知ってる。秋、秋やろ、うんうん、秋、うん、まあ、その体感としては分からんけどね。秋こんぐらいの坊主だと、うん、なんかね、焦るぐらいハゲる、ハゲが目立つなんか俺秋、俺またハゲちゃったのかなってぐらい。俺坊主の抜け毛って見たことないやけど、うん、何それ枕とかに短い毛がついてるの、うん、抜け毛は知らない。抜け毛の存在あんま見てないけど、抜け毛の存在、ただもうほんとここがね、秋すごい薄くなっちゃって、うん、秋薄くなって目立つよ、気をつけて、坊主。意外に、今の時期とか大丈夫。どこなんかね、ここがね、そこなんやねん。このラインが。ここがね、なくなっちゃったの。秋で秋結構、ごまかせない。秋っていうのやめて。坊主って結構ごまかせないから、うん、怖いっすよ、秋。冬はええの？今そんなことないやん。うん、今もう復活した。あ、でも秋このラインがもう。もう完全に。秋。太陽の下だとなんか本当にハゲ隠してるみたいな坊主に見えちゃう。ねえ、なんかカチューシャしてるみたいな。そうそうそう。そこだけハゲてると、うん、ぐらいかな。いや結構いったわ。結構いったよ、デメリット。デメリット。いやデメリットだけ言ってもさ。デメリットも結構ありますよ。当然メリットもあるわけでしょ。だモテたい、はい、服似合わないが、どうでもいい方は。メリットもう嫌やけどな。そこ超えてこないと。メリットもいっぱいあります。モテたいもん、やっぱ。まあ、まあさっき言いました。はい。まあ楽。なるほど。さっきの1週間に1回剃るのめんどくささ、うん、なんていうのははっきり言って、うん、全然チャラになるぐらい楽です。マジで。多分時間感覚で言うと本当にもう、うん、っていうか朝の髪の
朝起きてどっか出かける時の髪のめんどくささってないから、やっぱこうピーと立てたり、ね、昼のめんどくささより朝のめんどくささって多分体感として倍だるさとしてはあると計算すると、うん、すごい大事じゃん、うん、寝癖を直さないとかって、うんうん、そういう意味では最高のメリットですね。それ何もせず朝起きて顔を洗って出かけれる、うんうんうん、もう髪のことは気にしてないですよね、うん、そうですね。寝癖立つ人っていうのは本当、俺もともと寝癖立つタイプだから、うん、もう大変、朝一回寒いのに顔頭びっしょびしょにして、はいはいはい、髪乾かして、うん、そっからセットしたり、うん、もうこれだけでも20分かかりますから、うん、それがないので20分多く寝れる、20分早く出かけれるということで、うん、まあ何最高っすね、アキシってこれはメリットですね。うん、メリットですね、完全にメリット。あとじゃあこの1年間、はい、常世代かかってるかというと私は0円です。あ、これはでかい、経済的にも得、まあ平均的に4000円カットにかかるとしたら、はい、2ヶ月に1回だとしても、うん、今私は、10の 5子に、はい、2万円浮いているということになります。ほんとや、2万4千円浮いてるわ。はい、現時点で、はい、どうですか。もうあれですか、シャンプーも楽ですよね。シャンプー、あ、そう、風呂入るのもマジ楽、うん、もう石鹸でこう顔、顔、あ、こう、あー、いっちゃう、あー、いっちゃう、イメージあるわ、もう早い、湯船使うのだから、冬の寒さもへっちゃらです。一瞬、もうバーッつってもうすぐ飛び込む、こう、なんでそのガラス割るみたいなってくるの、それ湯にすぐ入れる、これいいですね、楽だ、とにかくですね、もう全体的に全部楽だ、まあ楽、だ正直やめれないよこの楽さして。でもモテないんでしょ。風も気にならない、雨も気にならない、はいはいはい、俺もうあんま傘ささなくなったもん、もう、はんはんはん、どうでもいいから、うん、ちゃっちゃって言う、かっこいい、水ちゃってやってもうそのまま。帽子は、帽子とかかぶる、帽子はかぶんないですね。あ、そうなんだ。帽子とかも似合うよね、坊主の人。そんなことないのかな。そんなことないです。え、そうなの、うん、もうじゃあ違う、ダサいっす、それは。いや、なんでもキャップでもさ、うん、なハットでもさ、もう髪やった方が実はいいです。なんでも、そうなの、うん、ハットなんかもう意味わかんねえ、坊主でシェのちっちゃいやつが坊主のハットがそれはもう似合わないに入ってます。ああ、そうですか。あとですね、非常にこう真面目に見られる。ああ、なるほどね、うん、はあ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 、好青年、好青年、うん、信用度がやっぱ半端ない。お金を貸してもらえるというか、いや、それ銀行での信用度は別に数字で見られるんであれなんですけど、はい、まあ私その接客業といいますか、まあ、人と家庭に訪問するタイプのお仕事なので、うんうん、やっぱ反応違いますね。あ、確かにね、あ、ちゃんとやってくれそうっていうのが、あ、確かに思うかもしれない、思うかもしれない、やっぱアンケート回収率が群を抜いて1位です、私本当に。何やねアンケートって、知らんからあるんですけど会社からね、それアンケートをこれ書いてください、お願いしますという、はいはい、はい、アンケートの回収率ナンバーワンでございますね、私。まあでもひょっとして部屋になんか、部屋のなんか修理とか、うん、工事とかお願いして坊主の人来たら、うん、なんか安心できるか、安心するよね、なんかちゃんとやってくれそうだなっていう気持ちにはなるかもしれないですね、うんうん、そう、しかもこう技術職なのでやっぱ髪長い人よりは坊主でしょ、まあ、作業、これで作業着で来るからもう万枚もんねそう、作業をするような神やもんね、うん、すごい、その信用度はありますね。なるほど、うん、これはいいですね。でも持ってないのか。でもまあいいこともめちゃくちゃあるよね、うんうん、持てないとかどうでもよく、持てたいとかどうでもよくなった時、やっぱ最終的にたどり着いたらいいんじゃないですかね皆さん、これはでもほんと楽っすよ、ほんと楽。まあね、最終的にたどり着く髪型なんでしょうね。これいらんからね、髪、基本的にはね。やばいぜ。ちょっと、ああ。どう？やらへん、俺は、うん。似合わないの、
顔大きいし、あのちょっと絶壁っていうのもあるし、頭の形もどれどれにする、全部、はい、全部いろんな顔でかい、いや全部で顔でかい、顔でかいから部屋で一個にさせる別に絶壁も入ってていいやろいやしたことあるけど、うん、1回ぐらい似合わないですね、とにかく似合わないか、評判とにかく良くないですね、ああ、え、まあまあ、顔、頭ちっちゃいからね、まだ似合ってる方、似合ってるのかな、まあ似合ってる方でしょ、あ、いいと思うんですけど、うん、それぐらいかな、なるほど、良き点は。じゃあこれから坊主にしようと、ひょっとして今悩んでいる学生さんとか、大人の方とか、学生さんはごめん、うん、もう一個利点があります、うん、それはものすごい勢いで女子に触られる最初顔あーとか言いながら、ね、坊主にしたとか言ってね、うん、あー触られがち、触ってもらえます、長い髪、女子に触んないもんね、あまり長い髪ね、うん、なるほど、それでも最初の蜜だけ、うん、別にモテるとかじゃない、それモテてると勘違いしちゃダメです触られるという喜びです、ボディタッチというか、うん、ヘアタッチが女性の方からある可能性が高い、その瞬間だけ頑張ってこう、はいはい、ここを、はい、もう正規にして、はいはい、正規にして、もうここ1日ぐらい集中させてもうその瞬間だけもう、いやそんなに敏感にして その一瞬に生きろ、いやいや別に他に楽しいことある、それだけ、なんでそれを目標に生きるの、なるほど、でそういうデメリット、メリットがあるというお話でございます、そうですね、もしデメで言うと、ごめんなさい、もう一個怖く見られますね、デメ多いな、ああ、うん、なるほどね、好青年っぽく見られる反面、うん、怖く見える、若い子はまだいいですよ、うん、ただこのおじさん30超えた坊主って意味わかんないからね、怖い怖い、世間的に、そうやな、キャバクラのキャッチとかでしか見えへん、よく考えたら意味がないから、うん、芸人とキャバクラのキャッチぐらいやな、そんなやつ、学生さんならね、うん、部活とかあるけど、うん、理由が、うん、理由がない坊主、おじさんの坊主ってめっちゃ怖いからね、怖い怖い怖い、なんでな人だろう、あれナシャツ着られてたらな、怖いよ、ほんとに怖いと、まあでもアースティスティックにも見えるのか、このシャツ、いや、このシャツありきで喋んなよ、こんなもん着ねえから、普段普通の格好してるともうちょっと怖く見られる、怖く見られます、ね、年いった人たちを気をつけてくださいね、なるほど、うん、あと白髪が目立ちます、うん、結構出てくる、うん、じゃあデメリットやめて、白髪目立ちます、はいはい、それは染めたら、うん、染めるのも簡単だからね、はい、うん、いやいやすぐ根元出てきちゃうから早いのよサイクル、あ、うん、下の方が白い毛が出てくるってことやな、うんうん、まあ、そういう感じですので、え、坊主にしようと思っている方はご参考にしてくださいね、はい、はい、坊主のメリット、デメリットでございました、うん、ありがとうございました、うんうん、お疲れ様です、うん、バシ